今日はこんにちは、誰？ニコです。じゃあカメラマンニコさんに手伝っていただいて、千葉官邸団松戸店さんに来てるんですけど、なんと松戸店さんね、以前別の千葉官邸団さんで、お世話になった方がもう店長さんされてて、心よく撮影 OK くれました。本当はありがとうございます。はい、では早速ね、これを回していきたいと思います。これね、すごいですよ。当たりがブロリーダー、ベジータだったりとか、ブロリーダーとか、いろいろ僕らのアニーラザーとかあるんですけど、通常のたこ焼きですね。通常のたこ焼き、まず一回行きます。たこ焼きで仮面のサイヤ人撮ってたじゃないですか。はい、撮らせていただきました。他の人がめっちゃやってたやつ。さあ、いよいよ。まあでもいきなり入ったらね、嬉しいよね。本当ですね。ほら。これ真ん中やんな、特に下田。オッケー。さあ、こうですね、手前ですでも、ものすごい山のようになって予約取れてたから、多分長丁場になるんだ。でもちょっと、およかったよかった、安心。頼むよ、これできたらもう俺嬉しいよ。おお、よ、はい、1個取れるごとにちょっとホッとするんだよ。あ、かなり強いカードではありますからね。おお、よかった。あ、でも分かんないよね、これ生まれる前にああいう跳ね方で入る可能性も全然あるよね。あげこい。今さポーン飛んでったようだけどさ、取れる気がしなくなってきた。僕ですよね。はいはい、頼む。おい、頼む。おっ、ちょっとでも埋まっててくれればまだ期待は持てるんです。おおおおダーク。おお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 。より跳ね返りが緩やかになった。確かに開示作戦じゃないですかこれ。あと1万ぐらいかかるやないかい。ほい、これさ、タコ増やしてもらおう。店員さんめっちゃ増やしてくれた。めっちゃ増やしてくれた。オッケー、おーオッケーって増やしてもらいました。今やってるよ。来い。オッケー。こっちの不安がなくなっただけ。でもありがたいよ。本当に。来い。そろそろ。来い。おお、でもこっちから埋まってきたよね。埋まってきました。嘘、まだ上行くか。かなり傾きを量が。惜しい。なんか予約楽しくなってきた。来てるよね、手前まで来てます。俺もこの辺までもう近くまでブロリーダークやってきた。来たブロリーさん。そんな恥ずかしがらずに僕の元へ来ましょう。来い。おっしゃー、やったー、やったー。よし、これもらおう。耐えて、この裏側とかいいんじゃない？こことか採用さ、いや、これちゃうか。これかな、これ。さて、当たるかどうか。はい、楽しみ。よいしょ。さあ、運命のカードは？せーの。あー、ニラだ。
もう落とした時点で俺ブロリーダーが取ったもんだと思ってたからね。あ、まあでも良かったです。アニーラーザアルティメット取れました。はい、近藤さんの動画を見たって言っていただいて500円勝利したなと、200プレイ増量して500円で6プレイでした。8プレイな、ちょっと今分かりづらかったんですけど要は500円投入すると6プレイだったのが8プレイできると。そうですね。あららららら、私の動画を見たと言ってくれれば店員さんがこれを8プレイにしてくれるわけですね。そう、仕事早いですね。作ったんですね。さっきちょっとその間頑張っていいカード入れといてください。あ、そうツイッターの方もお願いします。あ、いや宣伝うますぎでしょ。3回余ったんでこれやらせてもらったら、あ、めっちゃ強い。俺がさっきゴワって埋め込みすぎたんかな、こうやって。